15人の中でちょっと一番力持ちの巨元と、巨元ショッピーに勝たせてもらおうかな。ホテルじゃあ、コーチとユーゴでもいいけど。おい、一人じゃない。本日のゲスト、渡辺翔太君、巨元大也君です。師匠、ちょっとなんか顔が顔がなんだよ、大きいかなみたいな。収まってる方だよ、収まってる方だよ、今日これでね、ここキュッてやったよ、やるな。俺の髪型に寄せてくる時期があったの。これを気づいてほしいのがファンの皆さんにね、わざわざ舞台中寄せてくんの。やるな。そんなに兄弟役だったんだよね。まあ一応そうそうそう、一応やらんよ。いやいやいや、なんだろう、ストーンズは俺もう可愛いなって思う。可愛いっていうのは結構よく言われるんですよ。嘘だよ。営業妨害になっちゃったらごめんね、はい、裏ではすごいいい子たちじゃん。いい子っていうのを売りにしてるんだよ。そうだよ。僕もスノーマンスノーマン両国限定のアイドルじゃない。申し訳ない。ナイス突っ張りでしたね今の。ファンの方々の名称というか呼び名みたいなのある。決まってないのよね。脱線しまくって、そうなんか一個候補みたいなやつ一回あった。にぎり、わお、え、おにぎりか。ゲストンズはあるの？ないです。ファンの名称つけるつもりも僕たちはないです。もうみんなあのやっぱ親からもらった素敵な名前がある。そう、うわぁ、めっちゃいいやつなんですよ。これら本当ファンの方々の名前一人一人覚えてますしね。そう、高橋とか生田とかね、吉典、吉典、吉田、赤星、海外の方で言うと、ロジャーあ、リーダーはいるの？え、マズリさんってリーダーいらっしゃいます？あ、いるよ。リーダーいるよ。あ、やっぱ、あ、先生が。そうですよ。ストーンズもね、そうそう。ついでに任せちゃおうかな。話とか合うんすか？話合うよ。合いますよ。眉毛の形どうするとか。そう。生でしょ？大丈夫？大丈夫？ちょっとあれだった。大丈夫？明日の夕飯何がいいかな。大事っすよ。あのご飯ってもう大事じゃないですか。すごいごめんだけど知らんって。なんかアレルギーとかもあると思うんですけど。ああ、そうかそうか。そこ難しいね。あ、そうだね。三択出しますね。何ガチになってる？何がいい？王道じゃないですか。カレーとハヤシライスとビーフシチュー。いや、何が？突撃突撃。何タイムでしたか？何タイムですか？バーティーと。来た。誰か伊達さんがさ、バーティータイムという前にちっちゃい声でランチタイム、ランチタイム。なんなら時間はディナーだし。ねね喋ってだって。ああ、うどん好き？好き。オッケー、終わった。終わったら。それさ、動画にしようよ。クリスマスプレゼント交換。もういいじゃん。今年も。一番あの高円寺が一番いいから。やめろ。高円寺でもいいよ。高円寺でも。高円寺ですか？高円寺。あ、高円寺。今日も喋ってとかもありますよ。今日も喋ってね。今日も。あ！え、まだまだ。いい匂い。優しい。優しい。可愛い。可愛い。あ、来るか。何だろう、野菜が食べたいってさ。あいつあざとくないみたいな話。俺的にイメージ翔太くんですけど。いや、ショッピーやぞ。ショッピーがご飯食べるやつ、食べたいやつ。あれとかめちゃくちゃあざといよね。ガリガリする。ショッピーってちょっとずるいよねって言ったら、まあな。タクシー班、翔太君と買い物行って、天気めちゃくちゃ良くて、あー寝てるんるんできるって言ってましたもんね。やばいよ、なんでこれやばいよ。やばいやつじゃん。100円入れて子供が乗るやつあるじゃん。あれ10回ぐらい乗ってた。マジでガチじゃねえよ。でも隠れてるやつがいいんすよ。誰？いや、もう2人でいる時が一番わかる。それは俺は言わないけどね。言わない。結構あの怖がりだったりしますよ。確かに。テーマパークとか行ったじゃないですか。そのその時とかにちょっと怖いものあったら俺にこうやって伝わってくるんですよ。なんか怖いって。でもここのこれがマジで痛い。筋肉あるじゃん。力だけシャレにならないみたいな。あざといとは違うんです。違う。ジェシーって言われた。そう、えっ、パーク来て、すいません、ジェシーさんですよね、握手してください、このまま、あ、いいですよ。おい、プラスのファンの人がズドンやってくださいと言ったら、そう、いいですよって、ズドン。中でつけようなら誰ってなった。え、出た。一回やっぱり付き合ってみないとですよ、これは。やっぱり嘘は伝えたくないんですよ。まあまあ面白い。目が綺麗な目で見てるな。綺麗な目で。本当付き合わないと分かんないから、俺ちょっと考えとくから誰か違う人。付き合うなら俺、自分だわ。俺は自分以外です。他の人無理だわ。それ汚いもん。なんかカメラマンさんとかあり？え、なし。え、ちょっともっと考えないと。魅力的な人いっぱいいるんだもん。そう、いきますよ、せーの。ジュリーは誰？俺をショッピーっすね。おう、タイガは？俺は岩本ちゃん。ジェシーは？ラウル。シンダロは？俺は阿部ちゃん。北斗は？まあ見ての通り俺。自分？コーチは？俺は阿部ちゃん。おう、メメ。俺コーチくんです。佐久間。今日も。
伊達さん、北斗、阿部ちゃん、コーチ、俺、ジュリー、コーチ、あ、コーチはコーチ、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 これ、だって、だって、翔太は慎太郎、俺、ラウはメメ、メメ、ヒカルは俺、タイガ、阿部ちゃん、コーチ、ピアスな人いるんだ、じゃあ、いいじゃん、失礼します。皆さん、あいだけ詰めれますよ。あ、ね、パーティーみたいな。あ、なんかすんの？仮装？仮装？仮装するの。かぼちゃかと思った。かぼちゃかと思った。最初もね。間違えた。本当のこと言うなよ。これ後輩メッセージをとか。ああ。そんなんまだ言える立場じゃないですよね。1月皆さん。やるか。謙遜してたじゃんみんな。謙遜してたの。お前だけ偉そう。ボケだよ。知ってだよ。知ってる。皆さんボケだよ。いいやつだからね。あの本当に調子乗ってるとかじゃん。いいやつだから。フォローし合っていこうと思います。俺らピアノマン。ピアノマン。ピアノマン。以上。ソーマンとソームでした。明日からよろしくお願いします。ホームページ。